クラグイエバツ、クラグイエバツは、セルビアのシュマディア地方の中心的な都市及び、基礎自治体で、シュマディア軍の強制的な中心である。レペニツァ川下藩に位置し、2011年の国勢調査によれば市の人口は15万835人で、基礎自治体全体では17万9417人であった。クラグイエバツは、第一次セルビア放 1818 18から1839の時、最初の首都でミロシュオブレノビッチ一世が1835年に宣言を行っている。最初の本格的な大学が1838年に設立され、続いて最初のグラマースクール、ギムナジウムや印刷所、国立劇場、ニアゼフスコ、セルピスキーィターや軍アカデミーが設立された。 ベオグラードには1841年首都の地位が移されている。クラグイエバツ大学は1976年まで再び設立されることはなかった。現在のクラグイエバツは武器や軍需用品、自動車産業の雑多場で知られている。町の名前であるクラグイエバツは古いセルビアの言葉のクラグイ、クレイグッジから来ており、これはタカなどの鳥の種類に使われる名称で、 高野巣の場所を意味する。興味を引くものとして、古い地図には、クラックフの名称が現れている。クラグイエバツは、多くの歴史的な激動を経験している。200を超える、考古学的な場所がシャマディアにはあり、最初の人の居住は4万年以上前の、旧石器時代に遡ることが確認されている。クラグイエバツが最初に研究されたのは中世で、公共の広場を集落に建設することに、 関連島町は、トルコのタップでフテル、タップでフタ2476年言及された。15世紀から、クラグイエブドザの村、クレイグジェイブザとして、トルコの文書には言及されている。クラグイエバツは、オスマン帝国時代、1459から1804の間、ベオグラードパシャルクの中心地であった。クラグイエバツは、街道の交わる場所にあり、 このことから歴史的に多くの戦乱に巻き込まれ、後輩に見舞われた。都市が繁栄するようになったのは、オスマン帝国から解放された1818 18年以降で、ミロシオブレノビッチ一水によって、新しいセルビア人国家セルビア公国の首都とアミドジャコナクが作られた。1835年には、最初のセルビアの憲法が制定され、最初の独立した民主的選挙の考えがあった。 1870年には最初の印刷機による放棄がクラグイエバツに流通している。クラグイエバツは首都としてその当時の他の多くの欧州の国の首都のよう近代的な発展をしていった。同時代の政治的な影響から離れてクラグイエバツはセルビアの文化や教育の中心となり当時ギムナジウムなどの中等学校や最初の薬局、 印刷所など重要な機関が作られている。多くの国際的な学者や教授、科学者、政治家などを都市は集めていた。首都としての開発が隅々まで進み、1841年に首都がベオグラードに移されてからのクラグイエバツの転換点は1851年、この時大砲の工場が設立され製造を開始すると、経済開発の新たな時代に入った。 主要な産業は19世紀や20世紀を通じて軍事産業であった。1886年にはセルビアでは最大の輸出地点となり、当時ベオグラード2章を結ぶ鉄道がクラグ飛ばを通るようになった。新たな世紀は新しい戦争をもたらし、第一次世界大戦時ベオグラードが オーストリア軍の手により破壊されるとクラグイエバツに一時的に1914年から1915年にカケシュトが移され多くの国家機関が拠点と市軍の最高司令部も四方機の建物にあった。戦時中、クラグイエバツは人口の15%を失っている。社会的な現象としてはクラグイエバツの劇場の活動が戦艦機に盛んになった。 最初の文化的な行事は1918年にクラグイエバツが解放されてからで、軍事律劇場は設立されてから1シーズンだけ活動し、ベオグラードに移動した。1924年にベオグラードの演劇学院を基盤に、クラグイエバツにも学院が設立されている。これ以外にもクラグイエバツには多くの文化的な機関があり中央セルビアの文化的。 産業的な集積地として発展していった。クラグイエバツでは第二次世界大戦中に2300人から5000人のセルビア人とロマの市民がナチの兵士により殺戮されるクラグイエバツの虐殺。10月の虐殺は1941年10月19日から21日にか起こっている。学芸員のスタニシャブルキッチ。 スタニッサブカッチは2007年に出版した本で2796人の犠牲者の使命を載せている。この虐殺はドイツ兵に対するパルティザンの攻撃に対しての報復であった。処刑された生徒のモニュメントは死の象徴となっている。この残忍な虐殺からインスパイアされ、セルビア人詩人で参加マクシモビッチにより、クラバババイカ、地の妖精の物語と呼ばれ詩が作られている。 第二次世界大戦後、クラグイエバツではさらに工業化が進められた。主要な生産品にはバスなどの旅客用自動車、トラック、産業用の車両、狩猟用の重機、工業用のチェーン、比較、織物などである。町で最大の企業はザスタバで1万人以上を雇用している。1 9九十年代はミロシェビッチによる一連のユーゴスラビア内やコソボの問題などで、 経済制裁を行われ1999年には、NATO による空爆により、経済的に疲弊していた。イタリアの自動車メーカーフィアットとの取引が可能となり、工場は再開したが、現在、クラグイエバツでは、幅広い失業の問題を抱えている。1976年以来、クラグイエバツでは、大学の中心として成長している。クラグイエバツ大学は、医学、技術、法律、 経済、文献学、自然科学、数学など多くの学部がある。クラグイエバツは5つの行政区に分かれている。クラグイエバツは他のセルビアとの都市間を結ぶ幹線道路網が比較的発達しており、現在ベオグラードとの間で高速道路の建設が進められている。市内交通では路線バスが中心部で発達している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。